皆さんこんにちは、キャピオテレビ犬とインコのピーちゃんとレオちゃんと母ちゃんです。はい、お世話になっております。いつもすいません、見ていただきありがとうございます。今日なんですけれども、ちょっといやらしい話なんですけれども、えいやらしい話ワンちゃん飼っててお金かかりませんかってよくもうご質問が入ってくるんですけれども、まあ確かにちょっとかかるのはかかるんですけれども、たくさんの幸せをいただいてるんでお金の問題じゃないんですけれども、これからワンちゃんをお迎えする方もちょっと気になると思うので、生涯ワンちゃんお家にお迎えしてから、まあ、虹の橋を渡るまでに大体どのくらいの金額がかかるのかちょっと計算してみようと思います。まあ、私は子供の頃から猫ちゃん飼ってるたんですけど、いっぱい、あと鳥さんも飼ってたんですけど、たくさん、ね、猫ちゃんはね計算したことあるんですよ。実際のところいくらかかるのかなと思って、ちょっといやらしい話なんですけどもね。でそれがですね、まあ、結構びっくりする金額だったので、まあなんかお迎えする時の覚悟にもなるのかなと思いまして、そんなんで今日は動画にしたいと思います。チャンネル登録までの方はしていただけますと励みになりますので、よろしくお願いいたします。はい、ピーちゃん、うーんって何、うーんって言ってます。はい、まずワンちゃんといっても、小型犬から大型犬までサイズが様々でして、我が家の場合はという観点からご覧ください。キャバリアの11キロサイズの 子たちの、1人の金額、15年生きてくれたとして、かかる金額をこれから出していきます。はい、まずシャンプーなんですけれども、プロの方にお願いした場合、月1で、キャバリアの場合はカットの必要がないので、シャンプー、肛門腺絞り、爪切り、そういうのがついて4300円になります。それが、12ヶ月で1年で51,600円、これが15年ですと774,000円、すごいですよね、ちょっとびっくりなんですけどもね。あと保険、保険の種類もいろいろありまして、 70% プランで、考えたとしまして、人気のものをちょっとですね見て、一生涯15年間でいくら払ってるか、だいたい50万ぐらいでした。はい、で狂犬病予防、予防接種、フィラリア検査は、1人だいたい4月か5月ぐらいに受けるんですけども、14,500円、これが15年で217,500円ですね。フィラリア予防のみ、バダニ駆除の、錠剤の薬を1ヶ月に1回飲むことを5月から12月まで繰り返します。1錠3,500円、それが、7ヶ月分なので24,500円、1年間で、でかける15年で367,500円になります。はい、餌代なんですけれども、ネットから私は取り寄せておりまして、14キロで、8,000円ぐらいのものをみんなに食べてもらってます。でご飯は買えないですね、基本的に。体調管理をしやすいので、下痢になったりとか何かおかしいなって分かりやすいので餌は買えません。でそのご飯はですね、1人、1ヶ月2222円、これが12ヶ月あるので26,664円、15年で399,960円です。はい、でおやつなんですけれども、まあ、みんなが好きそうなのを選んであげてるんですけれども、だいたい1人で、ね、1ヶ月1,000円、年間12,000円、15年で18万ですね。でトイレのシート、ネットから1枚7円ぐらいのものを取り寄せてるんですけれども、1人883円1ヶ月だいたい、年間15,960円、これが15年で158,940円になりました。はい、その他ですね、最初に去勢手術を受けるんですけど、だいたい3万円ぐらい、はい、でこれで、15年分を全て足して計算したところ、なんと262,7900円でした。すごいですね、ちょっとびっくりしかもね、落とし穴がありまして、ここに医療費は入ってないんですよ。
先ほどの保険 70% プランで、まあ、生涯50万円払ってるとしてもですね、 70% プランなので、あの微妙にですね、自分で払わなきゃいけないのもあるんですね。病気がちの子だとここにさらにお金がかかってくることになります。なので、まあ、軽く300万は超える形ですかね。余裕を持って、もうそうですね、その他ケージや誕生日ケーキ、ベッドとか犬用のリード、マットとかもね、こう用意してあげたりとかしたいので買ってるんですけども、そういうのも入っていないので、はい、軽く300万円を超える計算になります。ただですね、ここの中にも削減できるものがありまして、シャンプーなんですけれども、これをプロにお願いしないで自分でやる方法もありまして、我が家はシャンプーや爪切りなどは自分でなるべくやるようにしてるんですけれども、ですね、肛門腺絞りなどちょっとまあプロにお願いしたのも含めると、ここを削減することにより1年で1万円ぐらいで済むんですよ、1人。先ほど5万1600円かかってたのが1万円で済む計算ですね。はい、それなので、ここが15年で15万になります。だいぶ削減できるんですね。で、あとはですね、フィラリア予防、飲みまなに駆除の薬、病院で買うと年間2万4500円だったところ、ネットで買うと9450円で済むんですよ。で15年で14万6750円。ここもかなり削減できます。それから我が家は、保険は元を取れないという考え方だったので、まあ、ちょっとね、入ったり入ってなかったりの期間もあったんですけれども、なのでうちみんな入ってないんですよ今で。ちょっとですね、7歳のところから変わり目なので入ることを検討しています。で、入ったとすると、今から生涯15歳まで払ったとして32万550円でした。それなので我が家はそれを計算するとだいたい157万3520円1人ですね、かかるのが。だけども、先ほども申し上げましたように、ここに医療費が入ってないんですね。で、今後いくらかかるかわからないので、まあ余裕を持ってだいたい200万ぐらいとは思ってるんですけど、もっとかかるかもしれませんし、はい、そんな感じです。はい、でここでね、猫ちゃんなんですけれども、ちょっと細かく計算した紙がどっか行ってしまったので、最終的な金額しか出せないんですけれども、16年間生きてくれた猫ちゃん、健康で病気がちじゃなくって16年で、大体ね70万円ぐらい。それでもう一人いたんですけれども、その子がすごく病気がちの子で、その子で13年間で生きてくれてたんですけれども、120万ぐらいだったと思います。猫ちゃんもですね、保険は元は取れないという考えでしたので、私は入っていませんでした。仮にですね、今人気の保険に入ったとしたら、生涯だいたい15年生きたとして、52万5000円ぐらい猫ちゃんにさらにかかることになります。はい。まあちょっとですね、手術とかもしてたんですけど、その猫ちゃんは、具合悪い子は。あんだけ具合悪くて保険料と同じぐらいだったんですよね。でもう一人の子は健康だったんで、一切もう本当にかかってないぐらいな感じだったんですよ。なので保険もやっぱりいっぱい家族がいると良し悪しで、体の強い子も弱い子もいるので、ちょっとねここも考えどころなんですけれどもね、私はいざって時のために貯金をしておいて、その貯めたお金を使った方がいいのかなっていうのはちょっと思っています。はい、まあ、ワンちゃんに関してはこれから入る予定ではいるんですけれども、で鳥さんもなので、入ってないです。で調べたんですけども、鳥さんは、サイズとかによってではなくて、1人に対して、だいたい年間3万円ぐらいかかるみたいです。今寿命の長い子がいるので、年間3万円として20年生きてくれたとして、60万ぐらいですね。果たしてですね、そこぐらいまでお金使うかなっていうのがね、悩みどころなんですけれどもね、こういう言い方しちゃうと賛否両論あるので、私の意見が正しいっていうんではないんですけれども、はい、私はそういう考えでやってます。なので、鳥さんの説明するんですけれども、我が家は保険に入ってないっていうところからの観点でご覧いただければ幸いです。はい、セキセイインコなんですけれども、
まずお迎えするときにケージが5,500円、あとヒーターが2300円かかりました。ここにですね、餌代が1月だいたい300円ぐらい。フルーツや、野菜をあげるといいって言うんですけども、我が家はあげるとみんなお腹壊しちゃうので一切あげてないです。なので普通に売っているご飯だけになります。あと体調管理を把握しやすいので、めったにご飯は買えないのでこのまま行くと思います。他の子もみんなそうですね。はい。で、餌代などを含めて、例えば、セキセイインコの寿命は10年なので、それを計算すると生涯、足すと 43,700円になります。はい。で、オカメインコなんですけども、お迎えする時のケージが10,000円、ヒーターが8,000円で、ご飯代もピーちゃんと同じような感じで500円ぐらいしかかかってないので、それを計算すると、20年生きてくれたとしまして138,000円。はい。で、コガネメキシコインコレオちゃんの場合、ケージが10,000円、防音ケースが45,000円しました。で、ご飯代がですね1200円ぐらいなので、20年生きてくれたとして、343,000円になります。はい。ここで注意しなきゃいけないのが、先ほどと同じように医療費が入っていないので、ここから怪我や病気をした場合にかかる金額がまたさらに増える感じです。エマちゃん、ちょっと足怪我した時に行った時はね、2500円ぐらいだったと思うんですけど、思ったより高くなくて、保険に入ってたら本当にね、どれぐらい高くなっちゃうのかなっていうのがやっぱりちょっとね悩みどころなんですよね。そうなんです。なので我が家は、合わせると、ワンちゃんの場合は3人合わせて472,560円で、鳥さんと合計して、犬3人、インコちゃん3人で、生涯、まあ、想定内の寿命としまして 524,5260円という計算になりました。はい。これが高いか安いかはちょっとわからないんですけども、ここに医療費がかかってくるので、まあちょっと頑張って働かないとっていう感じですね。はい、そんな感じでした。まあワンちゃんお迎えになる方は、まあ結構ね、うちたりの計算だったんですけども、普通にほんとちょっとよく生活してあげて300万円以上は必要かなと、最低300万円ぐらいあった方がいいと思いますっていう、ご報告でした。すいません、こんな動画で。またご覧いただけましたら幸いです。